子がいいね。子がいい。それかわいい。どうしよう。今日はね、なんか。髪の毛自分でしました。取っちゃいました。なんかさ、毛量がさ。減ったわけじゃないけど、まとまりが今日は良かったのかわかんないけど、三つ編みとかしてね。あの。すごい、すごい細めになりましたね。今日スンってなる。そう。めっちゃちょんって。ちょんっていうちっちゃい。こんばんは。今日は初めましてできて幸せでした。私も楽しかった。嬉しい。12時間ぶりぐらいに会えたね。こんばんは。楽しかったです。今日はお話し会来てくださった皆さんありがとうございました。嬉しくなっちゃって、めっちゃ早口になっちゃいましたね。私も嬉しかった。ありがとう。今日はありがとう。こちらこそ楽しい楽しい時間でした。嬉しいね。初見です。ヨーミーさんはじめまして、よろしくお願いします。最近ゆうかさんにハマりました。あら嬉しい。ありがとうございます。出会ってくれてありがとう。配信もおどおどね来てくださってありがたいですね。お話し会やっぱ楽しかった。初お話し会ね、私も嬉しかったよ。これからどんどん仲良くなっていきたいです。お願いします。あら飛んじゃって。全然全然緊張してるように見えなかったよ。隠すの上手だね。あら紹介してくれてありがとう。嬉しい。クマの服でした。今日は2時間目配信をしたいと思います。ちょっとお眠です。失礼いたしましたね。しました。初めましてできてよかったね。私も嬉しかった。ありがとう。今日は早起きだったよ。今日は6時間くらいの睡眠でしたかね。最近が9時間とか寝てたからちょっと早起きに帰ってました。りかこちゃんありがとう。私はね緊張はするかなと思ったけどしませんでした。こんばんは。ありがとうございます。羽みたい。襟がね。ありがとう。飛べるか嬉しい。ほんと恥ずかしかった。今日あの楽屋出るの恥ずかしかったですね。青さん好きそう。確かに青さん好きそう。可愛すぎて普段は来ませんね。なかなかこういう系統は見られない。でもとってもこのトレーナーはあったかいです。裏起毛なので。ポカポカしてます。キュシローだからこうやって抑えられなくてびっくりして。
ロータリーちゃんありがとう。お兄さんありがとう。なかなかね勇気が出ないですね、こういう系の髪型は。ななみちゃんありがとう。 I love you。 今日はありがとう、嬉しかったよ。めっちゃレア。そうめっちゃレアだよ、普段しないので。なんかマネージャーさんとかももうなんか今日は雰囲気違うねってそう言っていただきました。そうそう、モモカアリスあたりのね子が来てそうだよね。朝からアリスに「そのトレーナーかわいいね」って言われました。嬉しい。めぐるさんありがとう。くまーん、お兄さんありがとう。お、緊張しなかった？全然緊張見えなかったもん。成長ありがとう。今日も楽しかったです。そう、あの楽屋一部のみんなが励ましてくれました。可愛いよって言ってくれました。私がちょっとやばいかもって言ってたので優しい。しげちさんありがとう。今日も一日ありがとうございました。やっと一対一で明けおめできて嬉しかった。今日話しかありがとう。こちらこそありがとう。久しぶりに可愛いお母ちゃんと話すことができて幸せな時間だったよって、ありがとう。嬉しい。タワーまで本当にね、ツアーとかでもいっぱいに来てくれてたけど直接ねお話しすることがなかなかできなかったから今日いっぱいお話できて本当に嬉しかったです。2月いっぱい会えるねからとても楽しみです。いやーありがとう。今日もとても幸せな、もう私の一日のうちの何分の何かは何分の何かはもうねしげちさんで困ってますから、本当にありがとう。タワーもありがとう、ありがとうございました。今日から初めての二部制だったですね。あら、ヨミさんはじめましてでハートもありがとう、よろしくお願いしますね。髪切ったように見えるなぁと思いながらちょっと今ショートカット気分を味わえてた、味わってた。ショートカットみたいこんぐらいみたいに幼っめちゃくちゃ幼いやん、やば幼こうか幼い、ワンカールすると幼い、ちょっと私ミニア幼くなっちゃうから、幼いなんかさ形によるよね、あのさミディアムとかのさ形によるやんっていうね。幼いグリーンって出ちゃってた、いっぱい言ってる。こないださレッスンのさそのリハしてた時に髪の毛結んでたんだけどヘアゴム緩くて疑似ショートみたいな感じで後半踊ってたっていう動画があります。髪の毛遊びみたいに始めてた。何かなんかバッサリ切るとさ雰囲気が変わるよね。まあショートはしたいなと思いながら、ショートというかボブというかしたいなと思いながら、あといときしないとな。
髪型いっぱい変えていく。髪の毛そう長いよね。長い、意外と背中から出てきますから、私意外とロングになってますからね。髪の毛どれぐらいだ？ニョキニョキニョキ。ボブでベレー帽めっちゃかわいいね、かわいいね、メンバーにしてほしいな。覚えてるよ、久しぶり、ありがとう。わあ、I love you なーちゃん、ありがとう、今日ありがとう、楽しかった、最高に楽しかったですよ。あゆみんね、今日画家さんみたいでめっちゃ可愛かった。可愛い。話し会行ってみたいな、嬉しい、ありがとうございます。次の受付はいつだろう、早くて2月とかの受付、あの日程あるので、今月の日程もおそらくあるはずです。ぜひぜひお会いしたいです。今月リアルお話し会、そうだよ、リアルお話し会もあるの、嬉しい。あゆみんバブかった。え、お誕生日って私今週なの、来週かな、来週か、今週日曜始まりだったら来週か、そうじゃなくても来週か。楽しみになりすぎちゃっていますね。来週だね。そう、今日はね、なんかあの二十歳はもうすぐだねってね、皆さんにね言っていただけたりもしてましたので、あのツイッターには文字数で入れなかった、入れれなかったんだけど、とても嬉しかったです、ありがとう。19歳のうちにね、こう10代のうちにこんな甘々ファッションができてよかったです。普段私は本当にしないからこそのね。うんうん。あ、対面のお話し会の時にじゃあ待ってるね。ツアーいっぱい語ろう。ねえ。そうだよ、二十歳の村山由佳ですっていう日が来るんだよ。20代でもね、そんなダメっていうルールはないんですけど、その私の中での年齢がちょっとね、いけるかなって感じです。あの自分のなんか鏡に映る自分のギャップにびっくりします。そう、午後1の肉まん、豚まん食べたことありますよ。美味しいよね、美味しい、何個でも食べれちゃいそうな味してますね。あ、連続のね、日数が551なのか、ありがとうございます。美味しいよね、美味しい。551は私が小学校からの時に行ったことが、店内に入った記憶はあるけど、その時何を頼んだかはちょっと覚えてなくて、でも店内は入ったことある、入った記憶はあります。高校一は多分人生初めて食べたのはオーディション会場に向かってる途中のサービスエリアで、それこそそのちまきと一緒にね、今知った、食べた気がする。
レーがね、カレー普段ね、もう食べないんですよね。好きだけど、あんま買わなくて。外食も、なんだろう、何するかな。外食っていう会食はあんましないんだよね、お寿司以外は。あんまり、外食、お寿司かカフェぐらいにしか入らなくて。あとはなんかそのコンビニでとかテイクアウトでとかは食べられます。焼肉行かないかも。なんか圧倒的肉より魚派だからかな。伊藤ちゃんありがとう、今日はありがとう、楽しかった。うん、焼肉行かないね。焼肉っていうか肉食べたいと思った時はお家で焼くことが多いかも。スーパーでお肉買ってすることが多い気がします。うん、あとファミレスは行くかな。まあ、合間時間、隙間時間とかに時間潰すために外で食べることが多いかな、大体。わあ、トレンドに合わせてありがとう、くまだ。やすひろくん、I love you、ありがとう。ありがとうございます。私が好きなお肉の場所は砂釣りが好きです。一番好きかも。他はタンとかも好きかな。油が多いものはね、私ちょっとそう、もう胃もたれしちゃうんですよね。なかなか食べないかな、あんま食べないかな。うん、そうなのよ。焼肉屋はあるけど、焼き魚屋って確かに定食屋さんで魚メインとかはあるけど、自分で焼くとかはあんまっていうかね、聞いたことないかも、言われてみれば。仙台ではあの牛タン弁当を帰り際にいただいて食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。お弁当のクオリティとは思えないくらいの、あのめちゃくちゃ美味しい牛タンでした。ずんだシェイクも飲んだし、めちゃくちゃもう朝から晩まで仙台を感じることができました。仙台というか東北感じましたね。美味しかった、また行きたい。今までさ、あの福岡に住んでた時はさ、東北なんて本当にあの行く機会もなかったんですよ。機会もないし、もう国がもう遠い国だって思うくらいの距離だったのね。だけどあの東京からだと新幹線とかで結構近いなって思いました。 2時間くらい、2時間ちょい、2時間行かないくらいじゃないですか。そう、東京もすごいもう違う国だっていうくらいに遠いと思ってたのよ。遠い思ってた手が遠いのよ福岡からしたら。そう、でも東京からだとそんなに思ったほど遠くなくて、あ、こんな結構体力使わずに東北って行けるんだっていう感じですね。だから東京にいる時にちょっと東北観光旅行なんか行きたいなって思いました。そうなのよ。来てるの、必ずずんだシェイクと牛タン絶対食べる。美味しいよね。食べたいって思ってたもん、私も仙台行くならっていうね。福岡からだと飛行機で乗り継ぎとかじゃない？乗り換えとかじゃない？一本で行けたりもするかもだけど、あんまり詳しくないな。便は少なそう。
新幹線とかでも結構時間かかりそうだし、わかんない。一発でいけたらしいです。だっていけるんだ。福岡から東京までしか飛行機で行ったことない飛行機乗ったことあるの福岡から東京と福岡から沖縄しかないかも。あとはもう車か電車か新幹線か船かですね。うん、青森県も行ってみたい。行ってみたいです。船はねあれですね、愛媛県に行った時に車で大分まで行って、大分から車ごとフェリーに乗って行ったりみたいな感じかな。そうそうそう、大分から愛媛の距離を1時間、2時間もなかった気がする。1時間くらいかな。そう、船来ました。お、青森にいらっしゃるのかな。行ってみたい。ぜひおすすめも教えてください。船酔いはするね。車酔いはしないけど船酔いは私は結構します。喋れないかも人と。外を眺めるか寝るか、寝るのが一番いいなと思います。酔っちゃう。そう、初島で読み方ってるかな、初島行く時も船乗って酔いかけた。あ、酔うかもしれないと思って寝ました。もう危ないと思ったら寝るのが一番。ザー ZZZAMRZZZ さん、はじめまして、よろしくお願いします。寝ているみたいで なんか可愛い並びですね。ありがとう、よろしくお願いします。酔いますね、私は。酔っちゃうねそうそう、乗り慣れてない人は、うんうんうん、確かに私もでもあんま慣れてないから言っちゃうのかもしれない。車は酔わないかも。もう多分乗りすぎて慣れですよね多分。私のうちの車のなんかメーターみたいあるじゃん、今まで何キロ走ったかみたいな。そう、忘れたけどすごい数いってましたそう、飛行機は離陸と着陸がわきの時に気づかないくらいには寝ることができます。最近は着陸のドーンっていうあの衝撃あるじゃないですか、若干のあれで、お、着いたってなります。イコラブさんの新曲見ました。なんだ、張り付いん待ち構えて見てました。そう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 、かっこいい、めっちゃかっこいいね。ちょっと早く覚えられるようにちょっといっぱい聞いてます。超かっこいい、ライブで見てみたいみたいです。しかも今日ジョイの中でちょっとまあ、一部の子とかぐらいしかお話できてないんだけど、1、2部の子とかしかお話できてないけど、コラブさんがツアーでスイート16、スイート感じちゃった、スイート16をしてくださってたみたいで、ツイッターで流れてきたんですよ。めちゃくちゃ嬉しくて、もうね、夜中みんなで大歓喜でしたよ。超嬉しかったです、ありがたいです。なんかそのニアジョイって調べた時にすごいスイート16って出てきて、なんだろうってこう前後のね文章とか読んだら、そうすごい書いてあってめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、嬉しいです。イコノイジョイ2023でシャッフルパーティー
の時とか2日間かなしてくださったんですけど、カバーをねしていただいていたんですけれども、2度目のめちゃくちゃ瀬戸に見ちゃった、私もうキャーって感じ、わー見たーいって見てました。嬉しい、ありがたいです。愛しくスティーパーティー、おお大画面でニアジョイの MV をありがとうございます。ニアジョイの MV も、あ、40分ぐらいは一から見てたらなるかな、全部通したら。ありがたい、たくさん作っていただいて嬉しいです。え、そうなんだ、すごい演出、すごい言いながら言いながら見たいです。お、お誕生日一緒ですね、花さんと同じ日だ。では行きます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to youHappy birthday dear 愛様さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます、おめでとう。 Sweet sixty party、 いつもありがとうございます、これからもよろしくね、おめでとう。嬉しい、お祝いできてこの子気になるな、あ、消えた、あ、これこの子あ、この子、あ、こうだ、こうしたらいいのかな、おめでとうございます。なんか、どうしたらいいの、こうしたらいい、こうしたらすごいなんかオフみたいになるんだよね、どういう髪型が適切この服に。ツインはなしでーすみんな今コメントでツインって打とうとしてるでしょ、消してくださいね、ついはなしですよ。どういう髪型が似合うのかな、このどう、何が、あれですか、はい、ダメです、はい、言う前に、打つ前に禁じてますあ、二つ結び、ダメですね、ダメです、同じですもうね、皆さんのね、あの考えを先読みできるくらいにはなれました。ニーテール、ニーテールしとく、これ背伸ばしたら私目隠れるんだよね、ちょっと低めか、なんかいや丸いじゃん、似てる、高くしてないや、めっちゃ低くなっちゃった、これ私中学校の私みたいな感じ、もっと前髪は暴れてましたけど、髪伸びたよね、伸びたしさ、なんか伸びるにつれてさ毛量減ってない、大丈夫かな、なんかさ私ね最近髪の毛が増えるというか伸びる期間よりも抜けるじゃん、髪って1日に100本ぐらい抜けてるらしいじゃないですか、それ抜けるのはまあね、そういうものなら全然構わないんだけどさ、だからといって1日にその100本生えてくるわけじゃないじゃないですか、で大丈夫そうってさ、なんか普通にさ、そのなんか数字的になんかおかしくない？だってさ100本毎日100本抜けてさ、毎日100本その抜けた分のさ長さが入ってくるわけじゃないからさね、結構だから最近毛量少なくなってきてるのかな、
私今日お団子した時さ、お団子ギリ見えるか見えないかぐらいの大きさにしかなんなくてさ、ちょびっくりしちゃったもん。びっくりしちゃったんだ。大丈夫かな。ね。そうなのよ。なんか意外とね、そう計算がおかしくなっちゃうよね。うん。最近本当にね、あのもう日に日に毛量が なくなってきてるのよ。私今までこんな細くなかった、私ポニーテールしても。やっぱなんかもうね、ナナもうっとしいって思われたら申し訳ない。もうこれこうする、もうもう触らない、私はもう触りません。このままこうします。触ったらそう、わかめいっぱい食べる。あ、海藻系多少足しにはなるかな。なるかな、ね、びっくりしちゃう。毛もね細くなってる。なんかストレートかけてからね、一本一本が細くなってるっていうのもあります。なんでもゆかさん似合うから大丈夫。わあ、ありがとう。これはね、推しに甘いってやつでしょ。ありがとう、甘えましょうか。そうしよう、そういうことだ。50から150って結構あれなんだ、差あるんだね。伊予太くんありがとう、今日はありがとう。くちらんこさん、くまありがとうございます。くまのコラボでした。くまなのにこれね、ちょうどね耳がね襟で見えなくなっちゃう、角度が。ね、髪の毛、私今髪の毛何センチなんだろう。過去最長ですからね、今過去最長を更新し続けています。もう少しロング人生楽しみたい。おしめは甘やかしてなんぼやでって、じゃあ甘やかしてもらいましょうか。ね、前ね、あおさんと一緒にね、ハニーシナモンさんのお店入ったことがあります。買いました、めっちゃ可愛い、可愛いお洋服たちだらけで、なんかあのなんだ、声がめっちゃ高だった。あ、可愛い、これも可愛いって感じ。あおさん元気よ。かわいい。ツアーの時とかにあの連絡してもらいました。ありがとう。くまさんポーズいっぱいするから見ててって。こんな感じで送りました。見てて、ライブ後の声よりも高いかも。ライブあったね、どんな声してるんだろう。あんま変わりないかな、どんな声だろう。見てて、くまさんポーズ。そう、今日もくまさん、そう、くまさんでした。次の話し会は私は何の日程って打ってるかな。しのちさんありがとう、 I love you、 今日はありがとう、楽しかったです。次は19歳ラストとかにしてるのかな、どんな感じだったかな、見てみましょう。19歳ラストバレンタイン&誕生日って書いてる。何にしようかな。10日ってあとちょっとやん。どうしようかな、なんとなくは決めてるんですけどって感じですかね。楽しみに。
らいいかわからない、どうしたらいいかわからない、どうしようかなーってなんとなく決めてるけどねって言いながら、なんか今日のももかみたいな雰囲気のもどこか何かやってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、いつするのがいいのかわからないです。ありがたいことに誕生日前後にお話し会、対面もオンラインも合わせるとお話し会4日ぐらい、多分全部近くで4日ぐらいあるので分かんなくて、いや私がねどうしたらいいか分からないんです何どのタイミングが一番良しとされるべきものなのか分からないなーって、どうしたらいいんだろうっていうね、分かんない、ちょっと全く決めてないですね、決めてないからなんとも言えないですけど、まあ楽しみにしていてください、お楽しみですね。そうね、今日のももかも可愛かった、ももかわいい、ももかとジュリーには会ったんだよね、そうそうそう本日の主役、人生で一度もつけたことないや、本日の主役、友達とかにつけたことはあるけど自分がつけたことはまだないね。そう、美月はブー一緒なので会いましたよ、全然会って話してってしましたよ。主役は私で主催者も私です、今日は一生に一度の幸せすぎスペシャルデイ、お、モーメント、お、お、上がってましたか、おー上がってました、ついてるしちゃった、見たい、素晴らしいですね。あ、でも音出ちゃったら怖いので後で見よう、後で見てください。ウインクあって大盛りで、今日は1時間すぐくらい配信できたらいいなと思います。1時間ちゃんこくらいかな、あとちょっとで、もうそろそろでしたいと思います。モーメント、モーメントさ、私さ、あの節分の日絵描こうと思ってたんだけど間に合わなかったです、すごい間に合わなかったです、気づいたらあの日が変わってました今日になってましたあー間に合わなかった、そういう時もあります。絵好き、嬉しい、昨日はね9時に寝る準備はしたんだけど、あのお友達と電話しようってなって結局寝たのは12時過ぎとかかな、そう電話してました。鬼の絵描こうとした、そうなの、描こうとしたけど間に合わなかった、そう、そうです、気づいたら12時過ぎて、あと普通になんか目が開いてた、全然寝れなくて、昨日は寝れなくて寝れなくて、いつもだったら YouTube とかなんか流しながら1本目の動画で、なんならもう開始何分かとかで寝てるんだけど、あの20分30分くらいの動画を見終わっちゃって
見終わったっていうか聞き終わっちゃって、そう聞き終わっちゃって、その後どうやって寝ようかなってして、イコラブさんの MV も見たりして、でやっぱりあの何が一番寝れるかってなったら、もう呼吸をすること、それが早く寝れましたね。そうめっちゃ盛り上がった、盛り上がったよ。あの呼吸はもう鼻から吸って口から吐くっていうのを10回ぐらいしたらもう睡眠してます。結局それが一番寝れるなって思いました。本当にいいですからね。もう寝たいと思った時はもう本当にね、すごいからね。そう本当にすごいよ、出ました呼吸。もう本当にあの鼻から吸ってく、あの口から吐くっていうのが大事なんです。鼻から吸って鼻から吐くだったらそんな寝れない、普通になんか寝れないなって感じなんだけど、呼吸を意識しながら鼻から吸って口から吐くっていうこの動作をゆっくりするんですよ。すると本当に寝れます。もうこれはもうマジです、マジマジ。今日やってみて、寝れないと思った時とか呼吸に意識持っていかれると思うやん、思うやん、持っていかれるんやけど、それがかえっていいよね。そう寝てるから、そうそうなのよ。中断している携帯磁力が出てるから、そうなの ?1 メートルは離してないな。1メートルも離したら私多分朝起きれなくなっちゃう。ちょっと心配だ。何弁？私なんて言ったっけ今。そうだねって。なんて言ってたっけ？博多弁か村山弁かどちらかですね。夢ね見ないんですよ私、あんまり夢見なくて、夢見ないね、覚えてない、多分見てたも覚えてないし、うん最近見ない。あ睡眠の話したらちょっと睡魔が来た。村山弁かな、なんて言ってたか忘れちゃった。夢覚えてる、すごい。夢ってね3個くらい見てるらしいですよ、1回で3種類らしい。眠りが深いんかなかもしれん。最近はもう良い睡眠だと私は思っています。もうかが絶賛、なになに聞かせて聞かせて聞かせて。今日ゆうかちゃんと同級生になる夢を見た。おお同級生、まず夢になるといいね。そのためには私がまず同級生か、同級生私ってどんな感じの人だったんだろう、どんな感じなんだろう。村山めのファンになりました、嬉しい、ありがとう。ちょっと不意に出るからびっくりしないでね。え、わかる。夢の中で夢って気づくとね、自分のねこういう物語がいいみたいなのに、ね、なっていくんだよね。私は結構ハラハラドキドキ系の夢を見るときは操れる。なんか自分がこう戦う系のね夢をたまに見ることがあるんですよ。その時だけは私はもう無敵よ。私結構さ、この仮にさ今の私がゲームの中にポンって入った時、結構もうすぐやられそうなぐらいの弱そうなキャラじゃないですか。で私はもう自分を客観視して見た時に、私って本当に弱そうだなと思うの、自分がゲームの中に入ったら。だけど
自分が主人公の夢はもう私は最強になってる、もうなんか運動神経めちゃくちゃいいんだからすごいんだから、そう私は最強。そうそう、何でもよけちゃう、こうやって分かんないけどあら気配りがすごくて優しいから見習いたいって、あーありがとう。そんなことないよ、もう本当にね、ももかの方がね何十番もすごいですから、ありがとうございますだ、ありがとう教えてくれて嬉しい。エノに勝てるかもね、勝てるかな、いやその敵にはならないと思う、ニアジョイメンバーが敵になることはないと思う夢の中でですね、味方です。運気上昇法、夢占いとかあったね、私何も調べないまま今まで過ごしてきてたな、全然何もなんか調べたことなくて、夢占いだ、ね、レナの後ろいれば安心、確かにレナは絶対強いんだからオーディションしません、夢の中でオーディションは開催されませんトップスありがとう、ありがとう、55分になったら大丈夫にしますね、全部歯が抜けちゃう夢調べてみたら夢占いでどういう意図なんだろうね調べてみたらなんかなかなか初めて聞いたかもその夢はね、1時間できてよかったですふいに来る睡魔が、うん強い、そうだね確かに、いい夢って出したらいいんだろう、確かに本をさ下に置くといいよみたいな、枕の下に挟むとその夢が見れるよとかあって、何回かしたことあるなどうだったか忘れちゃったけど、あるらしいね、そういう噂は聞いたことある。あら映画の後で、おおありがとう、今日もありがとうございます。嬉しい。いいね、ワンピース枕にして寝たらグググググって抜いちゃうかも。そんな単純な話じゃないよね。確かにいろんな、結局何が合ってるか分かんないよね。私は占いはね、あの半々ですから、都合の良いものだけ、おお、なるほどなるほどなるほどみたいな感じの人です半々です。最近配信この私もいっぱい来てくれて嬉しいです、ありがとう。いいとこ取り、そういいとこ取りだけね、おおおおって感じしてます、うん嬉しい。配信なんと、じゃあ皆さん私が今日配信終わったらすぐ寝てください、すぐもう鼻から吸って口から吐いての呼吸をしてください、
って寝てください。そしたら私が夢に出てくるかもしれないですいや本当にやばいやばい、睡魔が睡眠の話はあれだね、 脳にもなんか睡眠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 ってこう脳に指令を送っているかのようにこうだんだんと睡魔がなんか蓄積されている気がしますけどすごいもう寝てる。やっぱもうねプロなだけあるね、早い寝るのが早い、ぐっすり寝れない。いやーもう最高な夢になってくれると信じてますあっファブやばいやばい、55分にはなってないんですけれども、私がだんだん眠くなるに なってきたので、あのちょっと断食をしていきたいと思います。じゃあ鼻から吸って口から吐いてとか脳に指令を送っちゃったみたいな、ちょっと睡魔がドドンと来ちゃいましたね。じゃあ13位の方から断食いきます。13位、さつききゅうさんありがとうございます。12位、さやちゃんありがとうございます。11位、しのちさんありがとうございます。10位、ななみたんありがとうございます。9位ブロトリーちゃんありがとうございます。8位ヨータくんありがとうございます。7位リカコちゃんありがとうございます。6位伊藤ちゃんありがとうございます。5位なーちゃんありがとうございます。4位レグルスさんありがとうございます。3位やすひろくんありがとうございます。2位とめぞうさんありがとうございます。そして1位しげちさんありがとうございます。ありがとう、どうもありがとう、ありがとうございました。今日も楽しい配信になりました。楽しかった、ありがとうございます。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。そして今年初のデビューミニアルバム、初のオンライン個別話し会、今日はありがとうございました。来てくださった皆さん、とてもね私も幸せな一日になりました。また明日から平日かもしれないんですけれども、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。ありがとう、これからゆうかさんを倒して応援していきます。嬉しい、ありがとう。ゆみさんこれからどんどんしていけるように頑張ります。私もこれからよろしくね。ということで皆さん今日見てくださってありがとうございました。鼻から吸って口から吐いていっぱい寝てくださいね。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ、バイバーイ、ありがとう。